LHS1140 ビットは地球からクジラ座の方向に約40光年離れた位置にある14等級の赤色矮星 LHS1140 を公転している太陽系外惑星である。LHS1140 ビットは太陽系外惑星を探索するマースプロジェクトによって発見され、その後の高精度視線速度、 経外惑星探査装置によるドップラー分光法による観測でその存在が確認された。LHS1140 ビットは主星 LHS1140 から1309万キロメートルの距離を約25日周期で公転している。主星からの距離は太陽から地球までの距離の8%しか離れていないが主星の LHS1140 が質量 半径ともに太陽の2割弱という小型の赤色矮星のため LHS1140 ビットが受ける熱やエネルギーは地球が受ける太陽光の約半分とされている。LHS1140 ビットは LHS1140 のハビタブルゾーン内に位置しているとされている。LHS1140 ビットの半径は地球の1.43倍だが質量は6.65倍もある。 よって LHS1140 ビットは地球よりも質量が大きな岩石惑星スーパーアースの可能性が高い。質量に対して半径が小さいため密度が大きく、表面の重力も地球の3倍以上である。誕生から50億年以上が経過しているとされている。表面温度は 230K で主星の LHS1140 が先行性などの 活発に活動している恒星ではないため、強力な放射線の影響を設けないとされている。よって、大気による温室効果などがあれば、液体の水や生命の存在が可能になるかもしれない。LHS1140 ビットは、地球から約40光年と、比較的近距離にある惑星である。また、惑星が恒星の前を通過するトランジットが観測されており、 惑星の大気蘇生を求めることができる。LHS1140 系と条件がよく似た惑星系としてトラピスとマイナス1系がある。トラピスとマイナス1には7個の惑星があり、トラピスとマイナス1系までの距離は LHS1140 系とほぼ同じである。また、主星が LHS1140 と同様に小型の恒星のため、これらの惑星は 蘇生が似通っている可能性も十分考えられる。今後、ハップル宇宙望遠鏡による LHS1140 ビットの観測も予定されている。ありがとうございます。